メルマガ早番。まさか私が内閣法制局を応援したくなる日が来るとは。ということでですね、先日15日の衆議院内閣委員会で内閣法制局第一部長の木村洋一さんという方がですね、まあ画期的な、まあ、日本を守る国会答弁をされたということで、これはもっと広く知られていいんじゃないかなっていうことでご紹介したいと思うんですけれども、世の中にはですね、旧皇族の男系男子孫の皇籍取得が憲法14条が禁止する門地による差別にあたる恐れがあるみたいなことを言って一文つけてくる人いて、恐れがあるだけなのに、疑義があるだけなのに、なんか一発アウトだってわけが分かんないね、強引なこと言う人いるんですけど、みんなが想像する足部信康さんとか高橋和之さんとか、まあ、いわゆる護憲派の皆さんとかですね、まあ、それからですね、辻村美代子さんとか横田光一さんとか、もうさらにみんなが想像する護憲派よりも左のジェンダー憲法学とかですね、横田先生に至った今の天皇陛下のことを第三代天皇だって言ってて、護憲派すらそれは受け入れないぐらいの極端な人ですら言わないようなすごいことを言ってるのが憲法14条違反だって言ってる人たちなんですね。まあその人たちは今の東大法学部教授の首都ジョージさんがそう言ったみたいなことを言って金貨玉状のようにしてるんですけど、獅子座さんに今度聞いてみてください。あなた内閣法制局を敵に回してそれ言いますかって。いや、そしたら多分ね、獅子座さんね、私最初からそんなこと言ってないんですよって言いますよ間違いなく。旧国シンクタンクの方で私ね、この14条の問題に関しては長大なレポート書いていて、まあ結論から言うと、皇室は人権の例外なんだから、いきなり門地による差別とか言われてもしょうがありませんみたいな、大体今でも14条持ち出すんだったら性別による差別は皇室のやることだからっていうんで許容されてますからね。なんで性別差別は良くて門地による差別はダメなのかっていうことの論理的整合性を女系容認論者が言ってるかっていうと、言ってませんね。その獅子戸先生自身がね、皇室 の方々は人権制約をされると言ってですね、参政権の次にですね、性別差、結婚による自由というものを挙げてますんでね、まあ皇族は婚姻による婚姻の自由は制約をされるっていうのが現在の護憲派を中心とした学会の通説あり、政府の実務はそれで動いておりますんで、まあ女系容認論者の人が難癖をつけてね、将来皇族となられる方々に憲法違反の疑義があってはならないみたいなことを言おうが、内閣法制局に別に問題ありませんと言われたというのが、まあ、今回の顛末なわけですね。まあ、ただ法制局だけに任せておくとどこに行くかわからんので、まあ、私もですね、まあ、これは国の問題ですので、まあ、日頃の立場を超えて、まあ、協力したいなというふうには考えておりますし、そもそもですね、よく言われる言葉、まあ、大前提なんですけれども、現在次世代の男性皇族は悠仁殿下ただ一人、そのただお一人の悠仁殿下をお支えいただく皇族の方々がいないのは心もとない。よって旧皇族の男系男子孫の方々に皇籍取得をしていただきたいと言われて、日本語の意味はわかると思うんですけれども、これ暗号ですからね。何がどう暗号なのかというのは、まあ私の口からカメラの前で大声で言う話ではありませんので、まあ、クライマジックメルマガで、まあ、解説しておきました。そして、まあ、法制局に任せておいたらどこに行くかね、わからないというのは、まあ、それは確かなので、じゃあどうすればいいのかということ、まあ皇室の問題でかなり深いので、まあ、基礎の基礎からそして応用中の応用まで今日一日で一気に書きましたので、まあ結論部分だけ知りたい方は本日のクレーマ塾メルマガを読んでいただければなと。まあクレーマ塾に入れば毎日6時メルマガ届きますので、本当に国守りとか旧国って私言ってますけれども、皇室を守る知恵がなければ、ただ結論だけ覚えてそれを拡散すれば国を守れるわけではないですから。
だから本当の意味で分かっているあの人たちが増える、あそこに行けばあの本当のことが聞けるっていうつもりでクライマジックやってますので、ぜひあの私もいろいろクライマジック生の人たちには助けられてますので、まああのクライマジックに入って一緒に国守りをやっていければなと思いますので、クライマジックでお会いできればなと思います。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。